カスケーダはドイツの自動車メーカーオペルが製造、販売していたニドアカブリオレである。イギリス市場においては他のオペル社同様にボックスホールブランドで販売される。また、ゼネラルモーターズグループのネットワークを活用して2015年からはオセアニア市場においてホールデンブランドで北米市場においてビュイックブランドでの投入を開始。なお、カスケーダの名は すべてのブランドにおいて共通であり、スペイン語で滝を意味する。アストラとインシグニアの間に位置する車種として2013年のジュネーブ賞にてワールドプレミアされ、その後発売を開始した。アストラツイントップの後継車種であると同時に、同社唯一のオープンモデルでもあるが、ルーフは電動ハードトップから電動ソフトトップに改められている。 2015年1月11日、同じ GM グループであるビューイックが北米市場向けに同ブランド版であるビューイックカスケーダを発表、翌12日にデトロイトモーターショー15にて初公開された。同仕様は 200PS1.6 リットルターボのみの設定となる。2018年10月10日、オペルとボックスホールはアダム、カール、ビーバー、 カスケーダを2019年末で販売終了すると発表した。これらの車種の後継は作られず、より市場規模の大きい SUV に注力する方針を示している。プラットフォームは、アストラ、ザフィーラツアラー、シボレークルーズと同じ GM デルタ2を採用し、エンジンはガソリンが1.24リットルターボエコテックと1.6リットル CD、ターボエコテック。 そしてディーゼルは2.0リットルターボエコテックセディティ、2.0リットルバイ、ターボエコテックセディティ2種の計4種を用意し、それらに 6MT もしくは 6AT を組み合わせる。電動ソフトトップの動作にかかる所要時間は約17秒で時速 50km 以下であれば走行中でも開閉が可能である。また、ソフトトップは全3色の中から選択できる。 ありがとうございます。